どうも、こまみれです。えー、まあ、世の中というか、まあ、日本人の性癖といっても過言ではない、えー、3要素がございます。まあ、グラビアだろうが AV だろうが風俗でもそうなんだけど、えー、清楚、巨乳、銅眼。この3つは、もう昔からの鉄板。うん。この3要素があったら、富士山をエレベーターで登るくらい、簡単に、あの、人気が出るっていう。 そのねあのねあグラビアならグラビアの富士山、ね、山とかね風俗でも AV でもこの3つの要素を兼ね備えてる子だったらもう簡単に上へ登れるわけよ、うん、そんな中で、えー、実はその世間というか男たちが思っとる H カップ、ね、タイトルにもある通りり、ね、巨乳と えー、売る側がね、その商売として売る側が、えー、認識しとる H カップとか巨乳ないし、えー、実際女性自身のそのカップ数、バストとカップ数っていうのの因果関係というか、そういうのが、すごい認識としてズレがあるのよ。うん。まあ、どういうことかっていうとね、えー、そもそも、バストっていうのは、えー、 ね、バストっていうのはこの1番ねあの1周ぐるっと胸の方にメジャーを回してえー、胸の膨らみの一番高い部分がえー、トップバストでその胸の膨らみのすぐ下の部分がアンダーバストって言われてるわけよ、うん、でカップ数はトップとアンダーの差なわけ トップバスト引くアンダーバストの数値でカップサイズが決まりますよっていうのがあるわけさ。うん。けど男ってこのトップバストだけで巨乳かどうかっていうのを判断するの。うん。その、なんていうのかな。ええー、まあそういうのもそうやし、トップバストだけで判断するっていうのもそうだし、トップバストとカップ数がイコールだと思っとるから、 だからその、アンダーバストっていう概念が男の中にはないのよ。うん。そうするとどうなるか。うん。例えば、えー、そうだね。まあ、ブラジャーのサイズの求め方っていうのがこのワコールのサイトにあるんだけどさ。アンダーが72、トップが87だとしたら、その差が15センチなわけだから、C カップになるわけよ。うん。C カップ。ただ、 えー、そのね、この、まあ、これアンダーだけど、例えばトップが、えー、100センチで数字上書いてあるとしたら、ね、バスト100センチって書いてあったら、でけーって、ね、男からしたら思うじゃんバスト100センチやばくねみたいな、うん。感じになるんだけど、えー、このね、 バストサイズとカップ数をボンと出したときに、ちょっとね、あの、マジックというか、<laughs> パネルマジックじゃなくって、その風俗で言うね、パネルマジックじゃなくって、えー、なんかその数字上のマジックなんだけどさ、うん。例えば、えー、ね、トップ、バストのトップが100センチあったとしても、アンダーのサイズが同じね、相対的に大きかったら、 カップ数で言ったら、えー、E カップだよとか。うん。あの、風俗で言うね、あの、おデブちゃん,、うん。おデブちゃんたちが多い。E カップ、F カップのあたり、うん、がめっちゃ多い。実はそのパネマジでゴリゴリに修正されてるけど、実際会ってみたら、なんかもう残念なハズれのデブだったみたいなのが多いのが、えー、E カップ、F カップ。ね、ガチ。 ね、リアルで E か、EA、とか F とかそういう感じの子たち。何が起こっとるか。えー、このね、トップバストの3分の2以上を背中周りでカバーしとるわけよ。うん。<laughs> 背中周りで書くの、カバーしとるわけ。うん。そうするとどうなるか。えー、まあまあまあ、さっきも言ったように、トップバストとカップ数っていうのは、 別に相対的に上がっていくわけじゃないのよ。うん、結局はそのチブさの長さやからトップとアンダーってことはね、一番高いところと膨らみの一番ね、低いところになるわけだから、うん、根元の部分というか。うん、だから、えー、ね、おでぶちゃんの風俗状とかがあるのが背中周りでやっぱ3分の2くらいを占めるから、えー、バスト100センチね、 これ、メジャーを一周ぐるっと回して、100センチあるのに、えぇ、ー、一部差の部分がないから、えー、E カップだよ、とか、いうことになるわけ。そしたらさ、それを素直に書くとどうなるか。まあ、100%客にバレるわけよ。バスト100センチもあるのに E カップって。デブやんって。なるの。うん。そしたら、間違いなく売れんくなるわけ。電話もならんくなるわけ。 風俗だったらね。うん。そうすると、店側がどういじるか。そうだと。パースト100センチもあるんやから、H カップくらいあっても当然でしょ、みたいな。うん。っていう世間の認識うん。を逆手にとって、E カップしかないのに、H カップって書くのよ。うん。<laughs> うん。これマジだからね。これマジだからね。<laughs> あの、店同行ううじゃなくて、業界全体的にそうやから。 で、何が面白いって、そうね、ここの、ここから先が続きがあってね、何が面白いって、あのー、嘘ついてるわけないか、結局。100センチ E カップの子がね、ね、トップ100センチ、ね、カップで E カップの子を売るために H カップにあげとるわけよ。うん。けど、I カップってのはまず言わんわけ。うん。そこがね、あの、I カップまで行くと、 もうなんか、アイカップまで行くとね、そうだな、世間で言ったらここくらいのいい認識だと思う。うん。I、カップっていうと。この子が何カップかは知らんけど、うん、この子何カップやろ。うん。世間で言うアイカップっていうのは、もう水着からこぼれるようなこれくらいの、えー、もんだよっていう認識なわけさ。うん。H カップとかだったら、まだ、その巨乳ぐらいで。これもでかいな。 そうだな H カップとかだったら、またこれくらいでね、なんとか、あのー、言えるのよ。巨乳だねっていう。I カップになると爆乳になってくるから、水着、まあ、水着のサイズちっちゃくすればいいんだけど、<laughs> うん、その水着からこぼれるっていうくらいになってくると、I カップになってくるから、それはまあそれはまたそれで、嘘つきやっていうことでバレるのよ。うん。世間の認識の I カップってこんな感じやから。 その倫理観。<laughs> その倫理観と、えー、商売魂。倫理観と商売魂のそのボーダーラインが H カップなんよ。だから風俗の、えー、女の子で H カップってめっちゃおるのよ。実はデブだけどね。うん、ちゃんと、まあ、ちゃんとした声もおるよ、もちろん。もちろんちゃんとしたね、あの、トップとアンダーの差があって、えー、ちゃんとした巨乳っていう。これ入れても入れともな、多分。 っていうのがいっぱいおるんやけど、うん。けど、あの、おデブちゃんたちが、ね、はびこる、そういうなんか、地方の、ね、バスへの <laughs>、バスへのお店とかだと、えー、残念ながら、あのー、そういうことになったの。H カップがめっちゃ多いのよ。うん。<laughs> あのー、店側のスタッフも、あのー、なんて言えばいいのかな。 ほら、男側、男側だからさ、うん、商売する側とはいえ、男だから、その、女の子以上に、その、ブラのね、トップ、アンダー、あとカップっていうのを知らんわけよ。だから、その、まあ、100センチもあれば H カップくらいが当然だろう。っていう認識で、ポンと。 ね、あの表記上の数値だけを変えて、H カップのね、バスト100センチ H カップの巨乳ちゃんですみたいな感じで、ね、あのバーンと売り出してしまったら、えー、例えば写メ日記とか <laughs>、そういうのを見たときに、えーあの、100センチ H カップとか言いながら、い言いな,がらなんかこの子、乳房さ、少なくねえというか、短くねえみたいなのが結構あります。はい <laughs> はい、そんな中であの、ね、倫理観と、えー、商売魂の間がこの H カップ。だからね、あの巨乳好きの皆さん、はい巨乳、巨乳好きの方がいたらね、で風俗でね、女の子指名したいなっていう子がおったら、うんえーまあ、そういうねあの、マジックというか、落とし穴があるっていうのは、えー、覚えておきましょう。 <laughs> うん、覚えておきましょう。そして、えー、例えばフリーでね、あのー、指名するとき、指名料ね払りたくないからってフリーで言うときに、おっぱい大きい子って言ってくるのが大体、だいたい、胴回りの子です。はい、だって、ね、のメジャーを一周ぐるっと回したサイズがトップバストになるわけだから、 ね、バスト100センチって言っても、ええー、嘘にはならんから。うん。だから実は、そのね、あの、例えばバスト95あっても、ね、トップ、トップ95あっても、D カップとか <laughs>、ね、16.5センチから18.5センチくらいの子も、まあまあいます。はい。<laughs> うん。まあそんな感じのお話でございました。 ね、ちょっと小話程度で、ちょっと釣りとは関係ありませんけど、はい。なんか、最近あの、ね、あの、芸能人の風俗の発言が吸ったもんだっていうのが言っとったんで、なんか、ふっと思い出したから、その話を。うん。なんか、ちょっとふと思い出したから、まあ、こんな時間帯にお話ししてみました。はい。<laughs> まあまあ、聞き流し程度で、はい、作業 BGM として聞いていただければなと思います。はい、以上、こまみれでした。